試合、先攻のぶし、後攻 JPEG、 ビートは DJ ディグ、発祥せずに本社レディーファイ。DJ テグインダプレスでベー、今日はパーティーだ、頭りてベイベイじゃねえ、スケールのでけえライブしてくれと願ってるぜ。エンタメ JP ペーペーじゃねえ、グレードだけスキルで上げてくれ、俺はこんな歌歌いだぜ、よろしくね。せっかくいいビートが流れてんのに小説を傍線で埋めんな。歌はうまい、でもそれだけで終わりなんだよビーチ。ノブシプッシュとは心得てないくせにその文字を使うな。俺は歌が聞きたいんじゃなくてスピード聞きたい。武士道なら文字あぜどんぞ、行動して行動、前のめりでもただ前へ前へと、このフローと音でつなげるぞ。それができること、それが大前提、今日も町田でライブあるんでよろしくどうぞ。俺はライブもショーもこなせる人なんだよ。あっさ、町田でライブあるんだったら負けてさっさと帰りな。面白くねえな、お前の笑顔じゃなくてもっとマシな顔で来てほしい。行動動向開きっぱなしでぶちかまして東京ワンコースオン JP 今宵も登場。さあ決めよう、1回戦第7試合、勝ったと思う方お願いします。どちらか一方、まずは先攻のぶし、続いて後攻 JP、 もう1回だけ聞きます。まずは先攻のぶし、続いて後攻 JP、ややのぶし、行こう、レディジャッジ、延長、立ち位置変わろう。先攻 JP、 後攻のぶし、ビートは DJ ティグ、発祥せずに本社レディファイ。延長になったところでお前のさっきの歌物はこのビートに乗れないぞ。ちゃんとスピードしてくれなきゃダメ、お客さんを踊らせなきゃダメ。まずはどこまでいけるか、どこまで飛べるか、人生は一生職長とその衝動にやられた俺が登場。ライブコストンぶちかまして東京 JYPY、 今日もステージの上で一番輝きたい。一番輝いてんのはこのビートでも歌えろ、俺のほだよ調子どう。 JP その程度で俺とハリテイトが働いてんだボケ。いい加減エンターテインメント高めてくれねえとこの先上がらねえ。 I got the flag、 今日は俺のパーティー、だからお前の脳内をグラグラに揺らせてくれやろう。 UMB 東京、今日は最高潮まで上げれんな俺だよ。家から持ってきたようなネタでこうギャップで上げても全然俺には届きません。確かに歌唱力はあっても一回戦で飽きられちゃうから次の方に行った方が、どっちが面白いか、誰のバトルが見たいか、こいつはディスなんかもできないけれども俺なら一冊で刺す刺す、そっからまた数拍からげの呼吸法だけじゃダメだぜ、もっともっとぶちかましなブラッ。ぶち込んでダメの方だろう、そんな程度さっきとやってることがあんまり可愛らしねえの。そんな程度やろうならばこの場で排除、最高潮まで上げてくな俺の方だってぶだけ。朝まで騒げんなやつは俺について、この後町田に来てパレイしてくれ。取り間チェンペおめえはもういらねえ、どけボケ。さあ決めよう、1回戦第7試合、まずは先攻 JP、 続いて後攻のぶし、まずはのぶしレディジャッジ延長。1回戦第7試合再延長、立ち位置元に戻りまして、先攻のぶし、後攻 JP、 ビートは DJ ディグ、発祥せずに本社レディファイ。アンガとねすぐ舐めで語りかけてくれる JP、 まあただのペイペイじゃねえことはもう伝わったけどね。でもね俺はワナビーじゃねえ、ただエンターテインメント底上げさせてくため、今日は負けられねえ。 UMB 東京俺に始まりは負けられねえとか言ってる割にエンターテインメントエンターテインメントうるせえ。負けられねえんだったらちゃんと1対1で勝負にしてこい。こっちを味方につけるんじゃなくて俺は今まっすぐ見てるぜのぶし、お前に打ちを殺す握り拳。握り拳固めるだけじゃ掴めないものがあるんだ、俺はただ手広げお前の攻撃的なライム受け止めるぜ。
語り合いて、それがこの先も続けられるなら、俺はこの命をかけたマイクフォンに誓って叫ぼう。握り拳じゃ何もつかめねえかもしれねえけど、嬉しい時も悲しい時もいつの間にか気づいたら握ってるのは拳とマイクだった。そうやって叩き上げてきた長崎県をレペゼンして、東京今日何があろうと一番かっけえやつに声上げてくれよ。さあ決めよう。1回戦第7試合再延長、まずは先攻のぶし、続いて後攻 JP、 レディージャッジ、勝者 JP、 のぶし両輝、楽勝。